はい、皆さんこんにちは。前回はですね、前回に引き続きという方がよろしいかと思うんですけれども、前回は32ビット版で Google Chrome のリポジトリ情報のダウンロードに失敗するということで、チェック外したらいいんじゃないかということで、動画を作って、それからもいろいろ調べてたんですけれども、そうすると Google Chrome が3月でサポートが終了して、それでもサポートしないので、ああいうふうな失敗するとかなんとか、そういうエラーが出たということらしいです。ネットで調べてみてたら。で、それで一応テロップで、前回の動画にはテロップで表示させたんですけれども、 Google Chrome はもうこれですよね。32ビット版の場合はこれですね。もう使わないようにね、サポートが終了しましたので、もしインストールしてされて使われている方がいらっしゃいましたら、もう削除ですね。ということで、そのまま使い続けるっていうのはちょっと危ないような気がしますので、使わない方がいいと思います。で、今回はですね、64ビット、この64ビットでも同じようにエラーが出るんです。で、そのエラーがこういうふうな、状態で出るんですけれども、本当はここに出てくるんですよね。待ってたんですけどもね、出てきてから動画を作ろうと思ってたんですけれども、で、これ出てこないなと思ってそれでこうキャプチャーしてたのをちょっとね、あれしました。で、こんな感じになるかなっていうことでね。で、それで、それを、これをなくすのにはね、とりあえずこの、これでもとりあえずアップで見てみましょうか。どうなりますか。失敗しましたよね。これも32ビットと一緒ですよ。失敗しました。で、設定をね、これですよね。これ左クリックしてね、見てみましょう。他のソフトウェアのところね。前回の動画ではここをチェック外したんですよね。それはもう使わなくて削除したらいいというお話なんですけれども。で、これがね、これですよね。これ、編集しようと思ってもね、これちょっと編集できなかったんですよ、ここからは。どういうわけ？どういうふうに編集するかですよね。どういうふうに編集するかって言いますとね、こういうふうに編集しろっていうことなんだそうです。よくわかりません。だから64の場合はこういうふうな64というのを、追加しろと。でね、これ見てみたんですけれどもね、これ追加してみたんですよ。でもね、ダメなんです、これ。コピペしてみたんですけどね。やってみるんですよね、私の場合は。でもダメだったです。ということで、これはダメなんで、これ閉じりますよね。一応これはもうダメだということでね。で、それでですね、コンピューター最新版ですね。それはそういうことで、とりあえず OK してね。それで、これを、じゃあ、それはダメなんだったら、これ、エディターね、これのことですよ。この G エディターって呼んでるんですけど、なんて言うんかわかりませんけれども、この G エディター、テキストエディターを、これを、端末から、この須藤ですか、管理権限で、この、Google Chrome のリストっていうこのファイルを開くと、etc/apt ね、ソースのところ、リストのところを、これを、こっからここまでかな。このファイルだよね。このファイルを、テキストエディターで管理権限で、開くということ、編集するということなんですけれども、その場合、端末を、新しい端末ね、
新しい端末で、まあこれをまあこうしてコピペしますよね。中ボタン、そしてエンターキー、あ、パスワードだそうするとなんかこうワーニング、警告かなんかが出ましたよね。これね、グラフィカルのこういうテキストエディター、このなんだテキストエディターじゃない、こっちだ、テキストエディターをね、こういうので開くとこういう風なその あれが出るわけですよ。でそのまあまあこれは出るんで、もうこれは多分大丈夫だっていうようなネット上の情報ではありますね。でそれでもうねちょっと煩雑になって申し訳ありません。それでですね、ここに同じようなこのアドレスみたいな、こういうのがありますよね。ここにねあるでしょう、これ同じ、こことここの DEB との間にこの文言を入れろっていうことですね。この64のここに入れろっていうことなんですよ。ここにね、ここに入れろっていうことなんです。そうすると例えばこれをスペースがあるんで、ここにスペースがあるでしょう、ここにもスペースがあるでしょう、だからここもスペースありますよね。だからカーソルをここの H の横に置いて、でまあこんな感じでやればいいんじゃないかなと思うんですよね。ここまたこれ警告出ますよね。まあ、気にしない方がいいと思います。で、それで、これで終わりなんですよね。もうあと修正するとこはないです。編集するとこはね。で、これで、まあ、ほどんとすればいいわけですけれども、こういうの、これでも終わりですね。このテキストエディターですればこれで終わりなんですよね。で、そうではなくてね、まあ今回はそれでしましょうか。ナノの話をしようと思ったんですけれども、ナノでもできるんですよね。この中でナノっていうのもテキストエディターなんですよ、この端末の中でのね。だからこれもやろうと思ったんですけども、ちょっと煩雑になりますよね。だからまあ今回はこれにしましょうかね。今回はこれで、ナノはこの後これでもう修正したら OK ですか。とりあえずこれでやってみましょう。で保存しますね。保存しました。またエラー出ました。で保存しましたから変わりましたね。この Google Chrome のこのリストとかっていうファイルが変わりました。だから変わったから、もう一度ソフトウェアの更新やってみます。失敗が出るか出ないか。あ、最新、失敗出ませんでしたね。失敗は出ませんでした。まあということで、まあこれはこれで終わりなんですよね。そうするともうこれで今回のこのリポジトリに失敗したっていうのは終わりなんですね。終わりなんですけれども、こっからちょっとね、もう一つこのナノをちょっとやってみたいと思うんですよね。ナノを少しねごめんなさい、これ OK でね。でね、ナノの場合はこの中でするんですよ。このね、今のでもう終わりですよ。Google Chrome に関してはね。でその Google Chrome のこの同じようにこのファイル、 Google Chrome のこのファイル同じでしょ。同じファイルです。違うのはテキストエディターでやるか、ナノって言ってこの端末の中でやるかの違いなんですよね。で、
もうこれはもうこれで終こ切っちまいましょうか。新たにね、新しい端末出しちゃって、それで、この sudo nano、これをね、選択して、ここに長ボタンでペーストしちゃいましょう。そうして、これ開いてみますね。ああ、パスワードだ。出ましたね。ナノが出ましたよ。同じように、こうナノ、同じファイルですから、今さっき直しちゃったですよね。ここのところね。ここのところ直しちゃったですよ。これ。本当はこれだから、このところにね、例えば、例えばの話ですよ。これ、こうするじゃないですか。そして、ここに、例えばの話、こう、ペーストできたでしょ？同じですよ、やり方は、あれと。このエディターの場合と一緒ですよ。ね？そういうことなの。これもう必要ないか、これ切っとこう。で、それで これで編集しましたと、こうなったとしますよね。そうすると、今度は、この終了っていうのあるね。保存っていうのもあるけども、この山形のやつは、コントロールキーですよ。コントロールキーと、で、これだと O ですか？これだと X、これだと G。というふうにすれば、いいわけです。で、キーボード見ますか？キーボード見て、このコントロールね、これね、これですよ。ね、これ。これを使って、G だったら G。ね。X だったら X。これ終了させたいわけですよね。まず起動させたでしょう。今度終了させてみましょう。終了ね。コントロールと X を同時にやるんだよね。同時っていうか、コントロールを押したまま X でいいと思うんですよね。やってみますね。今ここ変更したでしょ？このコピペしてまた消したりなんかしましたよね。だから変更されたわけですよ、これ。保存しますかってなってるわけですよ。この状態は前と一緒だから、保存してもいいし、保存しなくてもいいですよね。もうエディターでやってますから、テキストエディターでも編集ね。でも、はいとしときましょうか。保存しないと変更は破棄されます。保存しないと破棄されます。変更したのね。でも前と同じだからね。N だったら N でも、EA でもいいし、Y でもいい。今回の場合はね。イエスにしますか？で、Y って言うんだから、このね、この Y を押したらいいだけですよね。押します。これね。ここだと。エンターキーですよね。はい、終わりました。で、もうこれで終わったわけですけれども、これは、なので編集したわけですよね、今。ということで、そんなところでしょうかね、今回は。でも、このね、いつもテキストエディターでやってますよね。で、端末も、なんでこのナノっていうのを、紹介したかと言いますとね、このやり方をね、それは、エラーが出てくるからですよね。エラー、必要ないと思うんですけどもね。でも、このテキストエディターでやると、エラーが出て、なのでやるとエラーは出ないんですよね。なぜか、どういうふうなあれなんかはわかりませんが、要するにグラフィカルツールっていうんですかね。
そういうものを使うとエラーが出るということでね。まあ一応まあそんなこんなで、まあちょっと今日は煩雑になって申し訳ありませんでした。まあとりあえずそういうことで、まあリポジトリのリポジトリ情報ですかね、この Google Chrome のね、それを修正すると、エディターでもテキストエディターでも修正できるし、この端末の中のねエディターナノでもできるということでね、まあナノを使えばまあ割とね、なんていうかな、ネットワーク上から修正とかね、そういうのに使えると思います。だからそういう意味でね、割とこれは使われてるんじゃないかなと思います。ね、そんなに昔みたいな、そのなんかわけのわからんコマンド叩いてとかっていう感じじゃないし、このフルスクリーンっていうかね、1ラインだけじゃないですからね、ラインだけでこうやるのもなんか昔あったような気したんですけどもね、まあそういうのもあっていいと思います。ということで今回は終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。